こんなにたくさんの人、初めて見たわ。あなた、もしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。本当か？
わかった。おいおい。おお。おお。そうか。よっしゃ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムの。俺に任せろ。そっちか。竜巻。なんだ。何してんだ、あいつ。かかってきさす。返す。やってやろうじゃない。サンダーボルト、テンポ！航海士の予報は聞くものよ。この力があれば大事なもんだって守れる。技のキレが戻ってきたか。やったー！怪物と呼ばれようと俺は強く。悪くないわね、仲間のために強く。うん、はあ、分からねえな。うん、おう、ありがとう。感謝する。嘘でしょ。はあ、やれやれ。はあ、そんなことって。そうかしら。いやはや。はあ。ダメに決まってるでしょ。違うな。何が言いたいのよ。ああ、ナミ。なあなあ、ナミさん。わかったから。もう、やれやれ。
カット。修行にはちょうどいいな。竜巻！お前じゃ退屈しのぎにもなりゃし。ほんと、あんた強いわん。しなさいよ。はあ、ナミ。おう。ラッキャン。おお。Thank you.
ラバスタ王国へ向かう途中、奇妙な人物と出会い、意気投合する麦わらの一。彼はバロックワークスの幹部、ミスター2ボンクレーだった。ボンクレーはマネマネの実の変身能力を持っていた。一味は騙されないよう左腕に目印をつけることにする。アラバスタの地に降り立った一味だが、折り足く海軍大佐スモーカーと出くわしてしまう。海軍から逃げる一味、そこにルフィの兄エースが現れ、スモーカーを足止めしてくれる。白ひげ海賊団に所属しているエースは、仲間殺しの罪を犯した隊員黒ひげを追っていると語る。別れる間際、エースは何かの紙切れをルフィに渡し、再会を約束するのだった。
おお、うんめえ。おお、なかなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。あたしたちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけど、どうやって探すの？みんなで手分けして、潮干狩り？いいや、ナミさん。ここは俺に任せてくれ。食材集めも、コックの腕のうちってな。あったぞ、こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんて、サンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞ、チョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなこと。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ、楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう！